皆さんこんにちは、谷口ふみです。久しぶりに今日は購入品紹介をやっていきたいんですけれども、今日は実はね、サマンサタバサさんのちょっとイベントに行かさせていただいて、そんな感じでその終わった後に撮ってるんですけど、めっちゃ可愛くないですか？ちょっと自分で言うなよって感じかもしれないけど、このピンはねプレゼントでいただいたんですけど、もうポンポン紹介していきますね。これ知ってる？皆さん、むちゃでかパックなんですよ。40枚入りやばで1000何本やったかな。最近ね、朝と夜両方ともパックをしてるんですけれど、これ試してみようかなっていうので、なんかドンキとかで売ってるじゃないですか、このでっかいパックで。なんか正直な話、ちゃんと液あるって思ってたの。なんか40枚も入ってるって前代未聞やないですか。なんかこの袋で管理するのむずくないって思わん？しかも見てこれ、なんか待って、なんか天国みたいになっちゃった。なんかこんな感じで40枚入ってるんですよ。こういう感じで、あ、そう、ギュッて絞ったらこんな感じ。あーあーって絞ったらこんな感じ。あーあーあー、やっちゃった。もう絶対にあかんと思ってたのに。これさ、うちがさ、あれ、ダメ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 、ちょっと待って、本当にあかん。いやー、もう、ちょっとこれさ、今から紹介したいと思ってたやつなんだけど。はい、ちょっとそんな感じでこのパックを買ってみましたっていう話と、で、使った感想としては、1枚1枚めっちゃ保湿されるっていうわけでは確かにないんですけど、こうザクザク使える安心感っていうのもありますね。で、40枚やるからさ、なんかもう、あーもうやっちゃう、待って、めっちゃ垂れる、めっちゃ垂れる。めっちゃ垂れるってことはめっちゃいい宣伝になってるってことだよね。そんだけ液がいっぱい入ってるってことですね。普通にもうパックなんですよね。この目のところがね、塞げるようになってんの。最近のパックだとちょっと珍しいなって思うんですけど、こういう感じで目が張ってきてて、だから朝時間ない時とかにバッて貼りたい時とかはすごくいいなって思うし、こんな感じで、やばくない？ 1 枚に対してこんだけ液入ってんのやばくない？ちょっとこれさ、なんか、めっちゃ怪力星人みたいになってるけど大丈夫？すごい液がたっぷり入ってるから、なんかいいなと思ったの。なんかめっちゃ粉雪みたいになってる。私が暴れちゃったからだ。で、ちょっとこれを紹介せざるを得なくなったんですけど、ちょっと今こぼしたこれなんですけど、これはね、フランフランのパソコンケースなんですけれども、ずっとパソコンケースが欲しいなと思ってたのよ。けどなんかいいのに出会えなかったんですけど、これはちょっと一目惚れしちゃって、このくすみピンクがね、可愛いと思って、今日もちょっとお洋服、私、ちょっとこんな感じで。めっちゃなんかピンクで、これ下のズボンはシーンさんなんですけど、上はなんだっけな、上もシーンさんかな。そんな感じで最近くすみピンクが着てて、このチャームは、チャーム可愛いから見て、このちょっとさ、さくらんぼちゃんとパール、これはセリアで買いました。チャームだけ売ってて、こんな感じで開けるんですと、じゃん。ちょっと待って、さっきのパックの汁でめっちゃ濡れてる。めっちゃパックの汁で濡れてる。ギュッて絞ったらこんな感じ。ああ、こういう日もありますね。お気に入り紹介しますねって言ってパックダラダラ。あ、しかもあれ、物のさ、すぐ拭けるものとかじゃなくて、ちゃんと染み込むタイプにこぼすっていう、そういう私ですね。ポッケがいっぱいついてて、これイヤホンだね、いっぱいついてて、なんかストレージ、外部ストレージとか、あとここには私 UV カット、あ、違う違う、ブルーライトカットのメガネとか入れて、でこれでかけていつも編集してます、パソコンで。目がやっぱ疲れないんで、これは確かに3COINS かなんかで買いましたね。で、パソコンが入ってるんですけど、ここにここがね、立てられるのよ。マジックテープになってて、こんな感じで立てられて、ちょっとパソコン使わない方はごめんなさい、興味がない話になってしまったかもしれないんですけど、ちょっとそんな感じで可愛いピンクのパソコンケースを買いました。で、続いても目に映ったやつ、買ったやつどんどん紹介していくんですけど、このブラシですね、次。普通のブラシ。
でもあのこれ大きい版とちっちゃい版があって、私はよくあの持ち運びたいのでちっちゃい版にしたんですけど、こうやって溶かすだけで絡まりすぐ取れるし、めっちゃツヤツヤになるんですよ。これマジで買ってよかったなと思って近所のドラッグストアで買ったんですけど、ブラシ欲しいと思ってなんかこれ良さそうだし買ってみようと思ったらすっごい良くて、私めっちゃ髪長いんじゃないですか、このブラシ今んとこ一番最強。ね、あの美髪にこだわってる方あのよく知ってるかもしれないんですよ。ラブクロムのクシも最近買ったんですけど、でこのクシもめっちゃいいんですけど、なんか最近はそのこれよりもこっちのブラシの方がなんかまとまるんですよね。で髪つながりであの言いたいのが、じゃん、このめっちゃさ SNS でバズってたスプレー知りません？美容液スプレーって言うんですけど、これ固まらないのよ。固まらないし、もうこんなふわふわっとしたちょっと待って今息止めてる。ちょっと振りすぎると結構なんかベタついて見えたりもするんですけど、感じでさっきよりほらやばくない？めっちゃツヤってするんですこれ。で私確かちょっとこれは本当うろ覚えなんですけど、ガッチャードに出演させていただいた時にミミーっていうあのロングヘアの悪の女性幹部を演じさせていただいたんですけれども、その時おろしであったんですよ髪の毛が全部で、スタイリストさんヘアメイクさんがいつもこうやって綺麗に丁寧にアイロンとセットしていただいてたんですけど、なんかめっちゃ髪サラサラで、もうサラッサラで、でずっとサラサラなのよ。でえ、なんでこんなサラサラなんだろうと、自分でやったらオイルつけてもなんかバームつけてもこんなサラサラにならないみたいな、重たくなるけどサラサラにならないと思ってたら、スプレーを振ってはったのよ髪の毛に。でもスプレーってうちテープとかなんか固めるイメージがあったのに、こういうツヤ出しスプレーがあるんだと思って、でちょっと同じ商品を使われてたかどうかがちょっとごめんなさい、あんまうろ覚えなんですけど、でもこれだと思うんだよね、なんかパッケージとこのまとまり具合が。ちょっと私毛先の方は高校時代の時かなりブリーチをもう 4,5 回繰り返してたんで、この辺はちょっと傷んでるんですけど、でこれ本当に髪長い方とか別に髪長くない方でもあのぜひ試してほしいなって思う。めっちゃいい匂いなのよ、いい匂いなんだけど私の喋るタイミングが悪くてごめんなさい。だとそのこれ可愛い、見て、ずっと欲しかったんです。ミッフィーの前髪クリップを買いました。これさ、すごいさ、みんな持ってるじゃん、前髪クリップって。あのずっと欲しいなって思ってたんだけど、買えたの。めっちゃ可愛くない？ミッフィー懐かしいよね。すごい見てた。しかもこのさ、ちょっとマットなのがめっちゃ可愛くて、ちょっとこう、フェルトっていうかマットっていうかぽいの。めっちゃ可愛いんだよね。あとこのオーベイビー、普通のリップクリームで無色なんですけど、塗ってるとちょっとザラザラっとしてきて、スクラブっぽい感じになってるので、朝夜どっちも私化粧前とかスキンケアに使ってるんですけど、これ使い出してからなんか、あ、化粧した、リップ塗ったけどちょっと唇の皮むけてきたなってことが本当になくなって、めっちゃ良かったんで、ちょっと、唇、皮むけの方一回これ試してみてほしいなって思う。そう、あとそれでちょっとさ、最近ハマってるのといえばで行くと、ちょっと見てほしい、マジでこれ見てほしくてこの動画回したまであるんだけど、じゃん、可愛くない？これはね、あのクッキーとお菓子の美獣缶っていう、美獣って宝石の缶みたいな感じで、めっちゃ可愛くない？この立体の缶やばくない？これあの大好きな人にプレゼントをさせてもらったあの缶なんですけど、自分用にも買って、これお菓子の箱なの、やばいよね、立体なの、見て見て、これさ、よくさデパートとかで売られてるなんかお菓子の味方さんっていうその缶の工場なのかな、なんかあって、そこで缶 が製作されてるらしいんですけど、ね、自分用にさ買うなんてなかったんですけど、その通りかかった店舗でたまたま売っててめっちゃ可愛くて買っちゃった。しかも私結構多分ね立体好きなのよ、立体、ちょっと立体やばくない？でお菓子食べ終わった後の用途のおすすめとしては、こんな感じで筆箱にしたり、あとコスメ、私はなんかアイブロウペンシルとか
あのアイライナーとか細々したものちょっとここに入れてる。この間石川県にアクション練習行ったんですけど、その時もこれ持ってて、だから缶軽いから、でポーチだとさ、あれどこ行ったこれどこ行ったってなるけど、一旦細いのここに全部まとめてるっていうのがめっちゃ可愛いしね。ほんでパってこれさ、カバンに入ってるだけでも可愛くないっていう、これちょっと買ってよかったなって、ガチで買ってよかったなって最近ずっと思ってる。こんな感じの猫ちゃんのマグカップ買いました。そう、私今まで結構ね大人っぽい雑貨とか好きだったんですけど、なんかこの猫ちゃん惹かれちゃって。ああとね、まあこれ本当に別に言わなくてもいいし、あの編集中のうちカットするかなって感じなんですけど、あとこれ買ったね、業務スーパーで、あの甘酢生姜、でっかい甘酢生姜買いました。で、なんで買ったかっていうと、こういう生姜ってさ、お寿司屋さんとかだとちょっとしか食べれないじゃないですか。いっぱい生姜バクバク食べてたらなんかあれかなみたいな感じで、けどこの生姜めっちゃ好きで、うちお腹いっぱい食べてみたいって思ったのよね。で、業務スーパー行ったらたまたまあったから行くしかないと思って、で大人だし大人がいいやと思って買って、でめっちゃ美味しくてめっちゃ食べてたので、だいぶ半分ぐらい食べて1回で、で残りは明日に回そうと思ってたのね。で、まあそしたらなんか数時間後ぐらいにちょっとなんかお腹痛いってなってきて、なんかお腹痛いかもってなってきて、であれ何が原因と思って、いや別に変なもん食べてないし、なんかなんだろう、冷えたんかなとか思ってたんだけど、絶対生姜じゃないって思ってきて、調べたの、生姜食べすぎみたいな。そしたら腹痛、下痢、食欲不振、肝機能が低下とかって出てきて、食べすぎは絶対生姜やんって絶対に生姜やんってなって、でその後まあ腹痛だしなんか数時間で収まるかなと思ってたら、丸一日ずっと痛くて、あのなんかお腹痛いみたいなツイートをした後から本格的に痛くなりだして、あの痛いってツイートできない感じのいうのが一日あって、だから皆さん生姜食べすぎちゃダメですよ、あんま良くないみたい、身をもって感じた。だからね、あの生姜次食べ出すのちょっと怖くなってるちょっとあんま食べすぎは良くなかった。生姜なんか体にいいかなと思ったのよ、生姜だし、食べれば食べるほどいいんじゃないかなって。ダメだった。ちゃんとお腹痛くなった。ダメだったな。っていう感じでちょっと最近のお気に入り紹介でした。ただ結構こんな感じで喋るだけの動画って私珍しいんで、どうなんだろう、ボツにしちゃうのかな。でもさ、みんなにいい商品いっぱいあったからちょっと紹介してみたくて出してみました。いかがでしたでしょうか。ちょっとこんな感じで、もしなんか参考になるものとか、なんか面白かったみたいなものがあったらゲットしてみてください。じゃあまたお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。生姜の食べ過ぎは良くないですよ、皆さん気をつけて。お寿司屋さんでちょっと食べる程度にしておきましょう。バイバイ。あとカレーの福神漬けもすごい好きです。ココイチの福神漬けとか20から食べれます。ちょっと待って、最後にめっちゃ言う、ごめんなさい、最後になんか変なアピールしちゃった。ありがとうございました